さて続きですけど来てますね。またランダムだよね、ミサイルは迎撃を守れるかどうか。サテライト、サテライト、サテライトだったな。サテライトって誰か、あのシャボンに入ってるやつって、シャボンって今言わんの、マリオのやつがシャボン、シャボンに入ってるやつって、あ、マウス合わん、でもため打ちじゃないと当たらんか、調整効かんなこれ、ちょっとでめっちゃ動く、マウス買うと速度をすごく合わせない、近寄ればいい、言われた言われた言われた、動画はまだ1分よ。あ、それでここにかかってる時間も外は動いてるってことが分かりますね。進み具合がさっきより進んでるんで、さっき1回リセットしたんですけど、だいぶ減らしたんで、どこになるやろ、もうあそこ行くのかな、これベノム、なんか聞いたことあるな、ベノムって何したいの、ここに一回寄った方がいいよ、ワープ近くできるのかな、できないです、フォーテルやってるのもあった、フォーチュだね、これキャンセルしたいここにか、来ないな、ベノムはなんか臭いな、早くとこやった気がするけど、ゼロの時はゼロではないんかな、これゼロより後なんか、あ、なんかすごく英語やな、昔ちっちゃい時にさ英語を覚えたのもスーファミかな、念のためウォーカーのコントロールについて説明しておこう、何に移動し、ウォーカーの武器を変える、あ、武器変えれたんや、ごめん、ごめん、押し続けると加速、あ、そうなの、ジャンプは変、あ、ジャンプできたよ、難しいぞ、
アル的に覚えさせられてるわけですね。あ、わ、いやいや、いたでしょ、あった。あ、なんか出た。ジャンプ回復。あ、低いぞ。あ、震度回復。やった。いっぱい生えてるとこじゃなかったっけ、ペナって。違うよ、砂漠とかってどっちでもなかったな。随分進化してるね、ゼロってね、レーザーは。ストーリーは一緒。口なんか大したこと、感動しに来ちゃったよ、俺。私でも、はい、じゃあ一回ここで終了します。Thank you.